秘書広報課の西村です。ご覧の行政情報番組ウィークリー菓子に夏休み特別企画として出演していただく子どもアナウンサーを募集します。ウィークリー菓子は30分間の番組で、市内で行われたイベントなどの様子を紹介する出来事、市からのお知らせを伝える特集、お知らせなどのコーナーで構成されています。子どもアナウンサーの皆さんには、普段は市民スタッフが担当しているウィークリー菓子のアナウンサーとして出演していただきます。番組を収録する前にケーブルテレビ会社や市の担当者と打ち合わせを行い、スタジオ収録当日は市民スタッフのサポートを受けながら番組を進行します。対象者は市内在住の小学校5年生から中学校2年生で、次の1から3のスタジオ収録の実施日程のいずれかと事前の打ち合わせ会に参加できる人です。スタジオ収録は1、7月29日金曜日、2、8月5日金曜日、3、8月12日金曜日で、いずれも午前9時10分から正午までです。事前の打ち合わせ会はすべての収録日程共通で、7月16日土曜日午後1時30分から行います。スタジオ収録と打ち合わせ会の会場はいずれも伊賀上のケーブルテレビ株式会社です。会場までの送迎は保護者の方などでお願いします。打ち合わせ会、収録のどちらも保護者が付き添っていただいて構いません。ただし交通費が必要な場合は各自でご負担ください。募集人数は3人です。なお、応募者が募集人数を超えた場合は抽選により決定します。応募方法は募集要領を確認の上、所定の応募用紙に必要事項を記入し、秘書広報課、校長広報係に提出してください。募集要領と応募用紙は本庁舎4階の秘書広報課、校長広報係に設置しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。応募期限は6月24日金曜日必着です。結果は応募者全員に通知します。応募について詳しくは広報伊賀6月号や市ホームページに掲載していますのでご覧ください。夏休みの思い出に子どもアナウンサーとして行政情報番組の制作に携わってみませんか。興味のある人はぜひご応募ください。応募先、お問い合わせは郵便番号 518-8501 伊賀市市宿町3184番地、秘書広報課、校長広報係、電話 22-9636、ファックス 24-7900、 メール秘書@city.iga.lg.jp までお寄せください。以上、秘書広報課からのお知らせでした。